ポートカリスハウスは213名の議員と議会職員の事務所旨として利用されているイギリスの議会を構成する建築物。正門はエンバンクメントに面している。英国議会の一部を構成するポートカリスハウスは手狭になったウェストミンスター宮殿と周辺の建物を保管し拡張する役割を果たしている。ポートカリスハウス、ロンドンアイ。 エリザベスタワー現在の建物は建築家のマイケル・ホップキンスパートナーが1993年に発表したものである。既存の建物は1994年に解体された。その頃、ロンドン地下鉄ではジュビリー繊維延長計画が進行中であり、ウェストミンスター駅が新設される予定であったため、駅の新設と建物の新築は同時に進められることになった。 建設工事はまず現存のディストリクト線の軌道を、さらに深い場所を通るジュビリー線の駅を新設するために少し地下に移設するところから始まった。建物の地上部は1998年に寄港され、2001年に完成した。ブリッジ通りとビクトリアエンバンクメントの角にあり、テムズ川を一望できる。また、ノーマンショービルに隣接している。 1928年のポートカリスハウス名前の由来は、便箋や公文書に国会議事堂の象徴として使われていた、鎖付きの落とし格子にちなんで名付けられた。ポートカリスハウスは、約1、3の国会議員の事務室がある。残りの2、3は以前スコットランドヤードとして知られていた2つの、ノーマンショービルとパーラメント通り一番外にある建物、 ミルバンク7番街にある建物と、ウェストミンスター宮殿にある。ポートカリスハウスの2階では、英国議会の委員会が開かれており、傍聴人に向けて開放されている。それ以外の部分は、他の議会の建物同様、許可証を有した人しか入ることができない。入り口は警察により警備されており、入管者は、持ち物とコートを放射線検査にかけ、入管者は、 金属探知機を通過して身体検査を受ける必要がある。ポートカリスハウス内には一般に公開されていない郵便局がある。ポートカリスハウスの吹き抜け構造になっている中央部英国議会から見たポートカリスハウス建物の設計はマイケル・ホップキンスパートナーで地下にはウェストメンスター駅が併設されている。地下鉄爆破テル攻撃から守るために コンクリートの厚いスラブがポートカリスハウスと駅の間に存在すると言われている。荷重は壁によって支えられ内部支柱がない設計になっている。建物の隅は巨大な鋼鉄の梁を使用して屋根から吊り下げられている。設計寿命は120年で屋根と壁にアルミ製銅が採用された。建物には ダートムーアのメリベール採石場で最後に切り出されたデボン機の加工岩も含まれている。窓の間の柱はバーチョーバーグリッドストーンで構成されている。高い煙突が規則正しく並ぶ建物はビクトリア超ゴシック様式のウェストミンスター宮殿類似のデザインを採用し、隣のノーマンショービルの煙突と調和するように設計されている。 ポートカリスハウスの煙突は煙を排出するためのものではないであるが自然対流により換気を行う無動力の空調システムの一部を構成している。これは1996年にジンバブエのハラレにあるイーストゲートセンターで使用されたものと同様のものである。建物の内部は船の内部をイメージして作られている。すべての通路と事務室の内装は 湾曲した窓と明るいウォーク材でされている。船のような金属の穂が頭上に吊り下げられている中庭を収容する1階を除いて各階は同じ構造になっている。中庭には木々と2つの浅い水浴場がある。ポートカリスハウスにある事務室は通常2つの事務室がタイになっており中央に共用スペースがある。非公式ではあるが、 議員の事務室は各会ごとに異なる政党の議員に割り当てられており、一般的には同様の政策を有する議員が集まることができる。2階には有名な政治家ベティブース・ロイド、ハロルド・マクミラン、マーガレット・サッチャー、クレメント・アトリー、ハロルド・ウィルソン、ジョー・グリモンドにちなんで名付けられた多数の会議室と委員会室がある。これらの委員会は傍聴が可能で、 テレビカメラとマイクを備えており、BBC 議会及びパーレメンテリブ TV を介して中継が放送される。すべての部屋には、アンシーイターズが設置されており、庶民員、貴族院の現在の状況を見て取ることができる。庶民院での議決が行われる時になるディビジョンベルズも、建物全体に設置されている。それに加え、ベルのアイコンが点滅することで、ベルが鳴っていることを知らせる。 資格補助装置がテレビと議員のパソコンのデスクトップに出現するようになっている。1階には、ウェーターサービスのレストラン、ザ・ジャーンメント、カジュアルなカフェテリア、ザ・ディベート、コーヒーショップ、ザ・ディスパッチ・ボックスマイナスなど、入館証保持者と来客だけが利用できる様々な店がある。郵便局と E ライブラリー、会員図書館が運営する議員と議会職員が、 ネット接続できる情報紹介書もある。ウェストミンスター宮殿への地下通路もあり、国会議事堂1号館とノーマンショービルディングへの接続がある。安全上の理由から、これは現在議会への主要なアクセス経路である。1992年の契約時、ポートカリスハウスの建築費用は1億6500万ポンドだった。建築費用の上昇と遅延の発生後、 価格は2億3500万ポンドに上昇した。費用には、装飾用一軸の木15万ポンド、電動ブラインド200万ポンド、MP ごとにリクライニングチェア440ポンドが、含まれていた。支出超過に関する議会の調査は、トーマスレッグ教によって行われた。レポートは2000年に完成したが、公表されることはなかった。 2012年4月までにレンタルされた一軸の木は約40万ポンドの費用がかかった。ありがとうございます。